この度は誠に申し訳ございませんでした。加藤サリさんのカバー動画内で本来であれば出てきたパンケーキを左手で全力で潰さねばいけないところ、くるちょむチャンネルはやはり食べ物を粗末にすることはできませんでした。誠に申し訳ございません。すべて美味しくいただきました。やはり僕たちにはまだまだ修行が足りないなと痛感する思いでいっぱいです。誠に申し訳ございません。パンケーキを潰すという行為、一児の母、僕にはまだ僕がケツが多くて、その行為自体をどうしよう。ここで切ってもおもろいけど、どうしよう、どうしようで切ってもおもろい。尊敬します。尊敬してます。